では次のページをご覧くださいって、次のページ見た瞬間にみんなの顔色がバーッと変わってですね、そんなことをやってもいいのかっていう禁断の一歩に踏み出すかどうかですね。要するに相手の心を動かしゃいいんだということなんですね。日本のですね、就職をですね、悪くしたのはリクルートだと思ってますし、あと日本の企業をダメにしたのもリクルートだと思ってますしっていう、こんなことあんまり言っちゃいけないんですけども、あんまり好きじゃ、ないんです。ただ、リクルートにはとんでもなく優秀なやつが山のようにいるのも事実なんですね。昔ですね、マリーガルマネジメントというですね、会社がありました。これポケモンとかの商品を発売してた会社なんですけど、そこの社長やってた人が、加山さんっていう人なんですね。で、加山さんっていう人に僕会ったことというか、ですね、20年ぐらい前に話して、ちょっと仕事もしようかというような話してたんですけども、その時ぐらいから加山さんは富野義行にもう一回ガンダムを作らせたいみたいなことを言っててですね、それはまあどういうふうになったかわかんないですけども、後にセガに行っちゃいましたと。で、ですね、その加山さんのプレゼンの話をですね、聞いた時にですね、あ、こんな方法があるんだと思って感動したんですね。で、感動した理由はもう一つで、これ誰にでもできるプレゼン術だなと思ったんですよ。岡田斗司夫流のプレゼン術。つまり、まず自分を消して好きなものを売り込むっていうのは、僕みたいに個性が強い人間には向いてるんですね。個性が強くて、何を話しても俺がになる。いわゆる、味噌のタイプっていうんですかね。なんかそういうタイプの人間は、個性殺すように話したら、ちょうど溢れる個性がいい具合に染み出てきていいんですけども、誰しも使える手ではないと。で、そうではなくてですね、なんだろう、このリクルートの加山さんがやった方式っていうのはですね、誰でもできるところがすごいなと思ったんですね。で、どんなプレゼンやったのかっていうと、当時ですね、ようやっと、サイトとかが出だした頃で、インターネットのホームページがみたいなことをこうみんなが言い出した頃なんですね。で、その時に加山さんが、やらなければいけなかったことですね。リクルート時代ですからですね、偉い人に役員プレゼンというのをしなきゃいけないんですよ。で、加山さんまだ下っ端のペイペイでですね、役員プレゼンというふうなことで取締役とか20人ぐらい並んでて、もうリクルートという会社の取締役だから、我こそは日本で一番頭のいい男でございというようなおっさんが、もう本当に20人ぐらいいると思ってくれればいいんですよね。で、そいつらがもう頭は回る、いい大学が出てる、金はうなるように持ってるというふうなことで、若手の新入社員とかペイペイのですね、企画のやつが何言ってもですね、もう文句つける場所しか考えてないんですよ。で、企画なんかもろくに見てくれないと。で、そこにですね、企画で出さなきゃいけなかったのがですね、かっこいい男向けのですね、なんだか商品サイトというかですね、なんかカタログみたいなのを作らなきゃいけない。で、かっこいい男とはこうだみたいなものを出さなきゃいけないわけですね。で、もう何出してもですね、ダメって言われるんですよ。っていうのは、企画出す相手がおっさんたちですからですね、まずそのかっこいい男というようなことでモデルさんがポーズ取ったりですね、なんかいろんな高級ブランドとか身につけてるの見ても、もうみんなそういうのをバカにしてみてるんですよ。ああ、こんなの、今更こんなのやってるのとか、俺はこんなのかっこいいと思わないけどなとか、いや、貧乏でもなんか清潔だったらそれでいいじゃないかとか、もうおっさんみたいな理屈がこう山のように返ってくるんですよね。で、加山さんはですね、それの罵声にこう耐えてですね、いや、じゃあ次のページ行きまして、次のページめくったらですね、そこにアンケートがあるんですね。で、アンケートもですね、もうあんまり取ってないんですよ。200人ぐらいしか取ってないんですね。で、こういうのでリクルートでですね、役員用のプレゼンテーションのアンケートっていうのはですね、いわゆる統計的に優位な数字っていうのがあってですね、優位っていうのは意味があるという意味ですね。統計的に、意味がある。よいしょ。意味があるっていうんじゃなくて、こういう字を書くんですけども、統計的に優位な数っていうのがあって、これは人口1億人の日本だったらほぼ4000人というふうに言われてます。4000人ぐらいでやれば、ほぼ、ですね、なんだろうな、県民性とか、あと、所得とかですね、もしくは社会的階層に関係ない、ほぼ日本人の平均的な回答が出てくるっていう。だから、該当調査でよく人数が書いてるのは、それが4000に達してるかどうかが、ある種一つのですね、ガイドラインだと思ってください。で、そこでですね、加山さんが出したアンケートがですね、200人ぐらいしか取ってないんですね。200人弱なんですよ。で、200人弱で、取ってるのもですね、男の人がほとんどいなくてですね、全部女子供なんですよ。で、小学生とか中学生とか高校生とか大学生ぐらいの、男の子、女の子と、あとは、その30、40、50のおばさんばっかりのアンケートがですね、ひたすらあってですね、で、かっこいい男とはこういうことだと思いますとかですね、私の夫はこういうことがかっこいいと思いますとか、あ、こういうふうな人だったらいいのになとか、将来こんな人と結婚したいと思いますとかですね、あと、うちのお父さんはここはかっこいいと思いますとか、女の子の場合だったらこんなの書いてる。そういうのがですね、200ぐらいあってて、これ、なんだよとこれとか、こんなしか取ってないって。で、これでちゃんとできると思ってんのって言った加山さんが、では次のページをご覧くださいって、次のページ見た瞬間にみんなの顔色がバーッと変わってですね、ってことだってみんな一斉にバーッと資料戻ってアンケートを死ぬ気で読み出したんですよ。これ何かっていうとですね、加山さん、その20人の役員の家族にアンケートを取ったんですね。で、役員の奥さん、子供、孫にですね、うわーっとアンケートを取って、自分のお父さんのどこがかっこいいか、自分の夫のどこがかっこいいか、男がどんなものを見つけたらかっこいいと思うのか、お父さんがこれ持ってる時にかっこいいと思った、お父さんのこの服はかっこいいと思ったっていうのを、うわーってアンケート取ってるんですね。で、次のページめくってくださいって言ったら、そのアンケートの名前のところに自分の名前、家族の名前がブワーッと書いてあって、みんな、うわーって必死で読んで、加山さん、もうね、プレゼンそっから5分で終わったよって。加山さん、かっこいい。で、これね、誰でもできるんですよ。言っちゃえばこれは、そんなことを思いつくかどうかっていうこととですね、そんなことをやってもいいのかっていう、禁断の一歩に踏み出すかどうかですね。多分それを相手の会社にやったらダメなんですね。それやると脅しかということになる。でも、自分の会社の取締役だから、加山、よくお前ここまでやったなっていう、よくやったにしかならない。いわゆるシャレで済むんですね。相手の会社だったら本当にそれ、プライバシーとかですね、情報とか、いろんなことになるんですけど、自分の会社のですね、で、その家族からですね、いわゆる結婚式でいうお父さんこれまでありがとうみたいなものをですね、バッと出されたみたいなもんだから、もうみんな顔がそっから先プレゼンの会議なんですけど、役員さん緩み切ってですね、その後お昼ご飯でみんなビールで乾杯してたそうなんですけども。いいプレゼンっていうのはですね、そこまでですね、なんかその人を幸せにすることができるし、この場合のプレゼンっていうのは自分を売り込むでもないし、企画を売り込むでもないんですよ。プレゼンというのは何かっていうと、要するに相手の心を動かしゃいいんだということなんですね。で、その相手の心を動かす時の手段っていうのは、企画内容を説明する、自分を売り込むだけじゃなくて、どの方向でもあり得るんだっていうようなことですね。最初に言いました通りですね、リクルートという会社はですね、僕はあんまり好きじゃないんですけども、でもとんでもなく優秀な奴らが集まって、とんでもない無茶なことをしていると。その後、加山さんはですね、リクルートに収まりきれなくて飛び出してしまって、マリーガルマネジメントという会社を作って、その後、セガの大川社長に、セガの立て直ししてくれというふうなことで、役員でこう拾われていってしまって、現在フリーだそうですけどもですね、日本には面白い奴がいるなというですね、岡田斗司夫が感心したプレゼンという話です。